平成24年の11月の30日に、4階に上がってますよということで、当該箇所に関する映像があるということが分かりましたので、この映像は福島第一原発1号機の建屋内部の4階の映像で、去年11月30日に撮影されました。4階の一部は太陽光が差し込み明るくなっていて、配管などが壊れているのが分かります。また映像からは作業員がゆっくり歩きながら調査しているのも分かります。東京電力によると、この調査は事故当時に非常用蓄水器のある4階で水が溢れていたという証言があったため、水漏れの原因を探るために行われたということです。非常用蓄水器をめぐっては、国会の事故調査委員会が去年2月事故原因を究明するため調査を希望していましたが、東京電力が内部は真っ暗だなどと虚偽の説明をして調査を断念させていました。こうした国会事故調をめぐる一連の問題を受けて、東京電力が改めて社内で確認したところ、昨日この映像を発見したということです。